今日は流行り紙、新流行り紙、刺繍編をやっていきます。死の匂いと書いて刺繍編。刺繍編は5つ目の選択肢の時におどけるを選択するらしい。もうね、あの始まるところは調べてあるんですぐできます。これ前なかったね。前は騒ぐとね、怒るしかなかった。騒ぐとね、あれだから非常ベル鳴らして大変なことになるからな。ここでおどける、選びやす。お、刺繍編きた。おどける、パッと思いついたそれを実行すべきかどうか。おどける、事情聴取中におどけます。怒るの反対は笑う。険悪な場は和ませるに限る。実に正攻法な手段。とはいえ、一体どうやって正攻法な手段かな。この私が軽妙なトークでも繰り広げればいいのか。そんなの私らしくないし。一瞬の瞬瞬の末に私はそれを決意する。パンパンと両手を叩き、私は立ち上がった。いや、なんていうか、その、あれっすよね。あ、そうそう。少し大げさなリアクションで声を張り上げる。隣り合っていた風森さんと砂堀さんが、なんだこいつという目で私に注視する。何を言えばいいのか。暑いですね、でも、寒いですね、でも不自然。まあまあ、そんなエキサイトしなくても、では、火に油、何も考えずに言ったのかな。感じたことを適当に大げさに、鼻孔をくすぐる何かの違和感。そうそう。なんか臭くないですか。一緒にして沈黙が部屋を包む。風森さんも砂堀さんも目が点になっているし、黒田課長も呆れた目で口をポカンと開けていた。我ながら意味不明な発言だ。少し赤面もする。さきちゃんのキャラが分かんなくなってきたね。今来たこんばっちゃっす。とはいえ、今の私の態度で砂堀さんたちの規制を削ぐことには成功したように思う。一時の恥は捨ててピエロに徹するのも社会人の務めか。社会人の務めなの？社会人って大変だ。なんだそりゃ。あ、はい、いや、ごもっともですけど。反論のしようもないツッコミを受けてしまった。砂堀さんは口を真一文字に閉じたまま押し黙っている。いや、隣のおっさんが加齢臭払ってるのはわかるけどよ、それって今わざわざ言わなきゃなんねえ話か。いや、待ちたまえ風森くん、こう見えて私はしっかりデオドラントしてるからね。デオドラント、ファブリーズですか。つうか、それ隠せてないし、あとなんか八角臭いのずっと香ってて、口ん口臭ひでえし、なんだっけこれ、くすぶってて、なんだっけ。いや、だからそれ口臭予防でだね。あと発火じゃなくユーカリオイルね。そういう風森くんこそお昼にお、にんにく平気で食べたい。いや、俺関係ないでしょうがよ。あと汗臭いし、お風呂とかもちゃんと臭いもの探しが始まった。刺繍ってそういうこと。あ、かじってか、ありがとう。それは俺の方がいいってことだっつーの。あとおっさんの頭、ハゲ薬くせえし。こっちの方に飛び火してどうするんですか。事情聴取の参考人と喧嘩になるよりはずっとマシだけど。あ、いや、あの、違いますって。私が言いたかったのは。んだおい、はっきり言ってみろや。バーンと言ってやんなさい。この男が脇が臭いって。んだとハゲ。上司にハゲとは何だね、ハゲとは。あとハゲてませんからね、まだ。あ、なんていうか、その、発酵臭というか、その、鼻をツンとつくような匂い。納豆とは少し違う。アルコールも近いけど、エビ味噌のような、魚湯のような、微妙な不快感を混じった。え？ハッとする。この匂いが漂ったのは、砂堀さんがここに来てからだ。砂堀さんが臭いんだ。あ、なんだ？じゃあ砂堀じゃないか。悪かったな。だから参考人と喧嘩越しはやめてくださいって。喧嘩を止めるために別と喧嘩させるという。魚醤か。そうか。醤油の醤だもんね。ありがとう。湯だと思って勝手に。もういい。俺から話す話は以上だ。あとはいいな。砂堀さんは意外とおとなしく、宣告までの興奮が嘘のように、もうすっかり冷めた様子になっていた。どうもすみません。こんな騒がしいところで、わざわざお時間をいただいて、このありさまで本当に申し訳ありません。さきちゃんも一旦鬼になったけど今。騒がしいの？主犯格。とりあえず帰り自宅とともに、私は調書を閉じる。腕時計を眺めていた黒田課長もこくりとうなずいた。今日の彼への調書はこれでお開きか。まだ序盤だよね、これね。もういい。参考人に話を聞いてる状態なんで。
風丸さんの延々と、無礼な対応ですっかりへそを曲げてしまったのは仕方がないか。怒鳴り散らさなくなっただけマシか。なんか急におとなしくなったね。少なくとも、なんとか一触即発のピンチは脱した。この短い間、少しずつ積み上げてきた私のクールビューティーなイメージは一瞬で瓦解してしまったが、おかしい人認定されてると思うけど、多分。まあ、確かに非常ベルに比べたらだいぶマシか。えいっつって非常ベル鳴らすからな。んだおい、もういいのかよ。もういい。殺連中ってのはどいつもこいつも。じゃあ帰るぜ。まあ、急にキャラ変わりません？そう言って砂織さんは立ち上がり、風森さんを睨みつけた後、今度は私にもじろっと冷たい視線を送る。思わず肩をすくめる。匂いについて触れられてこなかったのかな。だがいいか。おめえは後で覚えてろよ。やべえ。めちゃくちゃ怒ってた。静かに。ガチの怒りじゃん、それ。帰りの挨拶とばかりに大声で捨て台詞を一つ残し、どかどかと砂堀さんは帰っていき、風森さんはそんな彼の背中に中指を立てていた。大人はいないのか、この空間に。んだと俺、後で覚えてろだ。小学生の負け惜しみキャラ、たくよ。なんなんだ、あいつは。もう絶対酒なんて買ってやんねえ。頭きた。おい、あとは任せた。帰るんですか？砂堀さんが最後だったっけ？事情聴取って。まだ残ってんじゃねえの？一時停止していた砂堀さんへの怒りがまた再燃したのか、風森さんも怒り出して、ドスドスと足音を鳴らしながら、大股で聴取室を出ていった。立ててはいけませんよ、中指は。ちょっと待ってくださいって。職務放棄しないで。まさか追いかけていた砂堀さんを殴りに行ったわけじゃないでしょうね。やべえやつじゃん、そんな。警官失格じゃん。そんなことしたら大問題じゃないですか。私ちょっと見てきます。まだあれ、外で殺し合いが始まってるんじゃないのか。慌てて私も教室を飛び出して、拮抗したバトルがまた。警察管内がもうすごいことになってしまう。署内が。血まみれになっちゃわない？とは言ったものの、足の長さの差のせいか、風森さんの背中すら見当たらなかった。そんな走ったの？砂堀さんはロビー脇の喫煙所でしばらくタバコを吹かした後、さっさと署を出て行ったと聞き、その後を追って風森さんが出た様子もないからには、署内にまだいるはずだ。まあ、行ったら、どこだろう。休息所、徳良川オフィス、留置所。留置所にはいないだろう、だって。関本さんに会いに行ったのか。関本さんに愚痴りに行ったのかな。こんなことがあってよ。友達か。休息所、徳良川オフィスかな。休息所ってここから見えるんじゃないの？違うの？風森さんいませんか？いないよ。あとさっき見たけど、休息所にもいなかったね。おらんのかい。あ、課長、どこに行ったんでしょうね。ま、あの通り彼は単純な男だからね。一通り頭を冷やしたらすぐ戻ってくるでしょ。いや、今はまだ勤務時間なんですけど。あ、今来た、こんばんは。今日は刺繍編です。生贄編はお蔵入りになりました。サブちゃんにあるぞ。消されるかもしれんので、見たい方は早めに見てね。丸々あげといたから。ワンチャン消される YouTube に。上司がこの通り、悠長すぎるのも、いろいろと問題かと思う。そうなると、本当は出さないつもりだったんだけど、せっかくさ、アフレコ頑張ったんで、ゲスアフレコ頑張ったんで、聞いてもらいたいなと思って。まさかとは思いながら、私は留置所まで足を運んでしまった。消去法で選ぶと、他に来れそうな場所はここくらいだ。ここに来るまでに耳を挟んだ話では、休息所にはいない。徳楽オフィスにも戻っていない。ロビーや他のオフィスにも当然いないようだった。マジでここなの？無人で殺風景な檻の前の廊下、左右を見渡しても当然、風森さんの姿はなかった。無人ではない。一人だけここにはいる。そしてここに足を運べるのは現在、徳良家以外は鑑識や医療担当のごく一部だけだった。熱演でしたでしょ、昨日。まあ、ここに来るわけもないか。風森さんが腹いせに、彼を怒鳴りつけに来るようなことはさすがにないだろう。腹いせに怒鳴りつけに。やからじゃないですか。むしろ一番会話の成り立たない組み合わせのように思う。饒舌なのは罵倒だけで、あとは体を動かす方が得意の風森さんと、異様なまでに弁が回り、知的で博識な関本。完全にこの二人は水と油だ。どうしたんだ、北条くん。まだ食事の時間じゃないだろ。それより、ここに誰が来るって？また口だけ関本さんが来た。私の声に気づいてか、檻の中から彼が話しかけてきた。いえ別に。あなたと関係ないわ。こっちの話。事情聴取でトラブルがあっただけだから。それを彼に話したところで、どうにもならないだろう。
そもそも風森さんと砂堀さんの喧嘩なんて、ここに放置されていた彼とは一切関係のない話だ。ほう、トラブルか。それは私にとって実に興味深い話だ。できれば詳しく話してくれないか。興味津々。いい性格してますね、あなた。さすがにこんなところでじっとしていては、静かなのはいいとして、退屈極まりなくてね。木工や、合ってるね。木工や、考察には適しているから、不快とまでは言わないが。黙って考える。それに、私と、現在、ほぼ唯一の、対外的な接点である君たちのパーソナリティを把握する上でも、君たち個人にまつわる人間関係や事情を理解しておくのも必要だろう。それをあなたが知ることが必要とは思いません。じゃあもう少し砕けた表現にしてしまおう。野獣馬根性、好奇心だよ。他人の揉め事とは、いついかなる場合であれ、蜜の味だ。怖いもの見たさ。つまり、退屈しのぎに私たちのトラブルに首を突っ込みたい、という話ですか。やることないだろうな。留置場、拘置場。ここにはテレビもラジオもないからな。血や喧嘩や愛憎のもつれなど、娯楽番組があればいつでも四六時中楽しめるが、あいにくとそうじゃない。一応言っておきますけど、そこまで大した話じゃないです。私と風森さんとの愛憎のもつれでも、黒田課長と風森さんの恋愛トラブルでもありません。PL? 単に参考人として呼んだ情報提供者と風森さんが、どうやらその、反りの合わない顔見知り同士だったようで、口論始めちゃったんです。ああ、彼か。風森くん。単純直情で、やや頭の悪そうな。いかにも彼なら起こしそうなトラブルだ。評価がすごいな。ひどい言い草ですね。いえ、私も否定しませんが。ええー。とはいえ、ああいった体育会系的な思考の染みついた類の刑事が、被疑者を恫喝するなんて珍しくもない話だな。被疑者ならともかく、現段階では捜査協力の参考人です。動機や被害者との怨恨も確かにあったが、まだそれを理由にしょっぴくわけにもいかない。少なくとも逃亡の恐れもなく、所在も明白な一市民だ。今後、ある程度の裏付けやアリバイや動機、凶器や証拠、状況証拠、目撃情報等が確定すれば、逮捕状を取る可能性もあるけれど、現状ではまだそれも確定すらできるものでもない。どれも。私個人の考えとしては、砂堀さんは白のようにも思える。今回黒なんじゃない?やっとね、砂堀さんね、正春さんの方、夫の方、ね、が、目立った時ないもんね、今んとこね。今度は砂堀さんが脱ぐ番なんじゃない?パンツ一丁、ブリーフ姿になる番なんじゃないんですか?順番的に言えば。もし犯人ならのこのこと、警察に足を運び、ましては刑事の前であんな態度や証言なんてできるわけもないだろう。あえてしたのかもしれん。さすがにそれは神経というか根性が太すぎる。まともな人間のできる話ではない。どうした宝条くん、急に黙って。え、あ、すみません。すみませんだって?つい、教師か講師に指摘された生徒のような態度になってしまった。自分にカーッと赤くなる。かわいい。相手は殺人犯と目されている男で、あくまで情報目的でここに一時拘留している被疑者なのに。きっと睨みつけるように顔を上げる。小馬鹿にされるわけにもいかないし、舐められるわけにもいかない。少なくとも、こちらの内情をあなたに話す義理はないわ。そもそも、捜査上の協力者への秘匿義務もあります。ブリーフはもうお腹いっぱいです。確かに。俺もです。もういいです、ブリーフは。ブリーフ姿だとね、あれだし、載せらんないし、メインのチャンネルに。私がここに連れてこられたのは、ここでの殺人事件に関しての情報提供だ。その参考人も関わっている限り、無関係でもないだろう。必要とあらば、上司と確認し、書面で聴取内容に関する情報提供はするわ。でもそれは今必要な話?そうだな。何もその被害者だか協力者の証言を教えろとは言っていない。被疑者ね。何が原因で風森くんとトラブルになったかの点だね。匂いですよ、匂い。おっさんズラブってなんか映画化しなかったっけ?見てないんだよな。見たいんだけど。それは、このリスの檻に閉じ込められた凶悪犯には教えられないほどの重要な話か?あなたはリスほど可愛くはないし、確かにそこまで重要な話でもないわ。やれやれという表情と態度を露骨に取りながら、私は彼に向き直る。むしろこれは重要でも何でもない話。俺の中の彼に話すことで、ちょっとしたリクリエーションの代わりになるというのなら、話しても問題ないかもしれない。むしろ彼から肝心の情報を引き出す上でも、親密さを築く雑談にはもってこいか。それで少しでも相談になってくれるなら、私にも益はある。相談になってくれるなら。乗ってくれるなら。こんばんは。
簡単に言うなら、風森さんがその相手と喧嘩しちゃって、そこで私が場を和ませようとして、それ自体はうまくいったとは思うんですが、和ませる、君がかい。ふふと、かなり露骨な笑いを彼は漏らす。軽く頭には来た。こんばんは。まあでも、刺繍編だからグロいよなぁとは思います。けど、パンツ一丁ならなければいいよ。もう。パンツ一丁じゃなければ出す。あと、さきちゃんがまたボコボコにされない限り、出す。和ませたつもりはありますし、実際その場での口論は収まりましたけれども、ここで一瞬言葉を詰まらせる。本当に？あの時砂堀さんは確かに風森さんを睨みつけていた。しかし最後に冷たい視線を投げかけていたのは私に対してだ。しらけさせたから。いや違う。いえ、失言してしまって、これは素直に認めるしかない点か。お、失言？どんな？如実に嬉しそうな笑みを浮かべて、彼は私の話に食いついてくる。なんとも嫌な男だ。あなた、そんなにも私の失敗を笑いたいんですか？今の君の言葉の流れが面白かったからね。そんな状況なら、そのまま風森君に全ての責任転嫁をして、自責の念など持たないのが普通だ。昨日よりマシならいいんだけど。なのに君は寸前に自制し、原因が自らにあったのではないかと考え直した。実に面白いね。実に面白い。よく見ている。嫌味に感じるくらい。人の言葉尻や態度から私の心理を見透かしてくる。さすが元教授、本当にやりにくい男だ。ちょっと音下げよう。ちょっぴり音が気になるな、読んでて。ちょっぴりね。よし、まあ、BGM は香るぐらいいいでしょ。反省なき人間は獣と同じです。私は私自身の非はちゃんと認められる人間でありたいから、どこぞの自分の罪を認めようともせず、知らんぷりでごまかそうとするようなやつとは大違いですよ、という含みと嫌味を込めてそう口にした。それは関本さんに向けての言葉？これはまた手厳しい。それで君の人は何かね。そうね、少し失礼な言葉をそれと知らずに相手に投げかけてしまったの。あくまで場を収めようとしただけなのに。その参考人と風森さんの間で口論があり、一触即発の状況下にあったという類か。君の言う和ませる話術には興味があるね。私は再びカーッと赤くなる。おどけるという不慣れな手法と、バカ丸出しなあの時の自分の対応、とてもじゃないが彼に話せやしない。帰ろう。ここまで言っといて帰ろうじゃん。また興奮しているし、赤面もしているな。よほど不本意な行動だったようだ。バレとるー。私を分析するのはほどほどにしてください。むしろ立場は逆でしょ。あなたの言動を分析し、考察するのが私たちの役目です。手玉に取られとるがなの。含み笑いの後に、彼は片手で続けてとばかりに促す。大体はその通り。ただちょっとその言葉を選び損ねて、なんか臭くないですかと口にしちゃったんです。臭く？大して意味はないです。天候や気温の話でも、政治や野球の話でもなく、思いついたことをふっと。つまり意図せずして五感の告げる一番の違和感を君は選択したわけか。その参考人は何らかの得意な宗教をまとう職種の人だったのかな。彼はそう言ってかすかに酒鼻を鳴らす。まあ、でもお酒作ってるからお酒の匂いしそうだけどね。うん、確かにわずかながら君から何かの残りが漂うね。放置されてると絶対に嗅がない類の匂いだよ。そんなのわかるんですか？カレー臭ですか？言っただろ、ここには娯楽がなくてね。だからわずかでも私は情報を拾う。ここの天井や壁のシミの数だってすでに覚えたよ。マジ？それに君たちの着てる服の銘柄、つけているフレグランス、髪の乱れや汗のかき具合から直前の行動を推測すると、など。その日の食事や体調、生理周期だってわかる。セクハラですよ！ちょっと！例えば君はこう見えておしゃれで。だからといって過剰なフェミニンは抑えたいという類なら、ユニセックスな、トワレを耳の裏に少々、もっと、年齢相応のをつけたまえ。銘柄までスラスラ当たる彼。さすがに唖然とする。そこまで漂うほどの距離にはいないし、そもそも極めて微光性のものを軽く吹く程度だった。合ってるんだ。ちょっと気持ち悪いですよ。確かに。気持ち悪くない？キモいです。その香りに紛れそうにはなるが、風森くんを追ってしばらく走り回った分の汗の香りは感じる。汗の香りを感じる。ああ、君の対象に関する評価は保留だ。気にしないでいい。目を閉じて鼻をスンスンと動かす彼に、さすがに身白く。まるで全身を撫で回されているような感覚にも陥る。なんて嗅覚をしているんだ。
女性にそれを気にするなって茶番茶番無茶にも程があります。そしてそう、確かに普段とは別の匂い。これは発酵臭か。何これ、麺の類なんだっけ、これ麺だっけ。植物性のおよび動物性の微生物による分解臭と腐敗臭。いや、なんだっけこれ、ぬかだっけ、麹か、そうだ麹。ここでパチリと彼は目を開け、私をじっと見つめる。麹だったね。いつまで見つめてるの、麺ではない。それはきっとお酒の匂いかと思います。そうか、まるで犬ね。そこまで秘匿しないといけない情報でもないから教えますけど、確かに酒造関係者でした。そう言われてみれば、あれは麹の匂いか。少し前にネットやテレビを通じて米麹が流行り、自分でも少し試した記憶がある。すぐ飽きたけど、マジで犬ですね。あのまろみのある甘いような、柏なんだっけ、ちょっと喉が、香りよりもっとずっと濃厚な醤油や味噌を濃くして変質させたような、あ、だから違和感を。その人物は地酒の醸造をしている酒蔵の社長で、本人も職人だわ。だから普段嗅ぎ慣れないような匂いを漂わせていたのね。マイクの位置がまた高い。デリカシーのない発言だったわ。怒らしちゃったかもしれない。酒くせえよって言ってやれ言ってやれ。ふむと一言漏らすと、目の前の彼はしばらく黙り考え込む。どうしました、こんばんは。しばらく足元に視線を落として考え込んでいた彼が不意に顔を上げ、まっすぐ私を見つめた。そうだな、その参考人とやらに一言詫びを入れに行った方がいい。できれば早急にだ。それほどの大事でしょうか。例えば職人にとってそれはプライドを傷つけるのも当然だろう。当然だろう。見えないところに人は面倒くさいスイッチがあるからな。確かに、こんばんは。それは風森さんの様子を見てもわかる。それは私も理解しますけど、嫌です、めんどいです。理解よりもまずは行動だ。私がそれを諭すのもおかしな話だが、今後の捜査に支障が出るかもしれないぞ。やや首をひねりながらも、彼の話も最もだとは思う。するとこの後でいいから上司に報告して、本日の聴取と参考人資料を私にも閲覧できるようにしてくれないか。では行ってくるがいい。それをあなたがどうして私に命じるんですか。言われなくても行きますし、仕事ですからちゃんと黒田課長にも報告はするわ。なるべく可愛げのない口調でそう言い放ち、私は彼に背を向ける。そう、一言詫びの意味を込めて、砂堀さんのところには早めに挨拶に行くことにしよう。さきちゃん殴られる。大問題。来た、砂堀酒造に。ここが砂堀さんの酒店ね。なんか積んである。見れば一目でわかるから。との黒田課長の言葉通り、ぐるりと巡らされた長い板堀と白い蔵の続く道、たどり着いた先には砂堀酒造の大きな看板がすぐに目に入った。こんばんは、今日も頑張ります。意外にお酒や柏の匂いは外にまでは漂ってはいない。わびた雰囲気のある古い造り酒屋という趣で、聴取室で見た仏頂面で乱暴な砂堀さんのイメージとは少し違った印象を受ける。おう、来たー。この野郎許さねえからな。いけにえ編の怒りが込み上げてきた。ごめん。あらあら、どうもこの折はご丁寧に。主人はまだ気が高ぶっておりまして、蔵の方で一仕事しておりますので、いや、失敬、こちらもちょっと感情的になってしまいました。申し訳ない。いや、あれはなかったんだ。いけにえ編なんてなかった。出迎えてくれたのは砂堀さんの奥さんである砂堀優子夫人で、ご主人とは不釣り合いに温厚そうな人だった。トラウマだよ。岩国職人とおっとり奥さんというのもいいバランスの夫婦かもしれない。私からの一通りの説明とお詫びの言葉の後、ご主人のところに案内してくれるかと思いきや、彼女はやや困った表情のまま首を振った。入っちゃいかんのですか。向田こんばんは。悪い印象しかないです、優子さんには。ご承知の通り、砂堀はあの通りの人ですから、気になさらないで結構ですのよ。あの通りの人という、何これ、右極な表現もまた何が言いたいのかわかる。いいですね。いい感じの店ですね。綺麗ですね。味噌って書いてある。ひらがなで。味噌、味噌、味噌、味噌。何につけ、言ったら言いっぱなしで、あとは知らないという気まぐらさで、
でもすぐに忘れる人ですから、根に持つとしつこいところもありますけど、ふふふ。うん。どっちなんですか、それ。いえ、それでは私の気が済みませんし、異例も失礼もすべてこちらにありますから。いえいえ、お構いなく。というより、砂掘りや聞く耳なんて持ちませんから、自分勝手な人ですし、謝るだけ火に油ですもの。確かに、それもそうでしょうけど、などと、相槌なんて打ちづらい。放っとけば、すぐに頭を冷やしますし、それに、カッとなるのはいつものこと。一時的ですし、ひとたび前の、目の前のも何かに、夢中になればすぐ忘れますもの。そう言って、ゆうごさんはクスクスと笑う。案内された砂掘り酒造の店内も、外の構えに負けず劣らず、わびた雰囲気で、のれんをくぐると、同時に強烈な甘い香りと、臭気が、いいんだっけ、鼻と胸を貫いた。臭気か。うん、少なくともこれは、違和感や悪臭の類ではない。入り口からは、和風のショーケースといった塩梅で、塩梅うん、塩梅で、各種酒瓶や樽などがずらりと並んでいる。作り酒屋らしいといえば確かにそうだ。クーラーケースの中には酒だけではなく、味噌や調味料らしき細々とした雑貨のようなものも扱っていた。そうそう、せっかく来てくださったんですもの。どうでしょう、これを一つお近づきの印に。おー、濃い口。そう言ってひょいっと手近に置いてあった一升瓶を手渡された。え、いや、あの、お詫びをしなければいけないのは私の方なのに、いただけませんって。第一、私、下校ですし。濃い口。あ、し、ろ、ろしぐれ。霧しぐれ。梅雨しぐれ。下校というのはもちろん嘘だけど。嘘なんだ。あれなんだっけ、梅雨ろ。私は、これは醤油ですから、安心なさって。クスクス笑うゆこさんを前に、ラベルをもう一度眺め直す。確かにこれは醤油だ。賄賂だ。こんなんもらっていいのか、警官が。今年の新作ですらよ。作り酒屋なのに、醤油っておかしいとお思いでしょ？いえ、そんな、いわゆる多角経営というやつでしょうか。考えるまでもなく、発酵を伴う古来からの技術。そのまま、酒造は醤油や味噌の醸造にも転用できるはず。へぇー。幅広い。主原料が米か大豆か、麹質の構造や、なんだっけこれ。上仕方、醸造、腰方こそ違えど、その工程にはニコやったところも多い。そもそも、日本酒造と醤油蔵は、大体近いところにあるとも聞く。そうなんだ。何しろ、砂掘りは研究好きで、バイオ方面に熱心ですし、バイオ方面だって、やばいぞ。アンブレラだ、アンブレラ。ご存知、ご先祖様に恥じないだけの、蔵元になりたいって聞かないの。それに同じことをやっていても商売は上がりませんし。うん。商売上がらない。うん。ですから、一昨年から、醤油作りにもチャレンジしてますの。知名度の方はまだまだですが、今ではじわりと全国からも注文が来ていますの。つゆ。あー、かもし方か。ありがとう。かもし方な。なるほど。あの一周の原因はそれか。確かに酒だけなら、ここに漂っているような甘い麹の匂いで、味噌や醤油などをいじっていれば、強い刺激臭も感じただろう。うん。職人のプライドを傷つける。関本のその判断も理解できた。酒造の、なんだっけこれ。八代市？社市？としてはベテランでも、調味料に関しては、砂掘さんはまだ2年、研究途中のアマチュアみたいなものか。くそ、ごめんね。全然読めないわ、今日。今日というか、読めない感じばっかり。私のあの、不用意な発言は、彼にとってその研究に、後ろ足で砂をかけるようなものだったのかもしれない。どうかご遠慮なさらず、こうやって広くうちの味を知ってもらうことで、ごひいきのお客様も冷えますし。では、いただきます。公務中なので無理。いただきます！いや、欲しい。ただでもらえるならば。では遠慮なくいただきます。そう言って私はすまなそうに頭を下げて醤油の瓶を受け取った。こんばんは。公僕たる警察官がこういったものをいただいては本来ならばご法度なんだけど誰も見てねえからいいよなって思います。甘口醤油あると思うよ。どうなんだろう。甘口醤油を使ったことないからな。鳥取にもあるんでしょうか。あるでしょ。とはいえ、ゆうこさんの性格上、受け取らないことには返してもらえそうにもない。今日はあくまで私的な訪問だし、よしとしよう。当時か、あれ。当時。これで砂掘りも喜びますわ。何しろ長年努力で研究に研究を重ねて完成させた自慢の品ですもの。
そうなんですか？それは楽しみです。酒造の職人が作り上げた醤油、どんな味なんだろう。それではご主人によろしくお伝えください。必要とあらば再び正式に謝罪いたしますので。いえいえ、そんな砂掘りの方にはきっちりお伝えしていたします。とにかく受け取っていただいて嬉しいですわ。ふふふ。なんか裏がありそう。ないかな。毒が入ってるんだ、毒が。困惑しつつも、ここでピシッと断ってしまうのも、失礼に失礼を重ねることになる。私は本来、砂掘りさんに謝るためにここに来たのだから。あこたーん、いらっしゃい。今私の方から、菓子折りだの、手ぬぐいだのを、自費で渡すよりは、幾分かまし、そう思うことにして、贈賄の類ではなく、試供品として私はお醤油をいただき、帰路に着いた。さきちゃん料理できるんだろうか。どうなんだろうね。絶対睡眠薬入ってるぞ、あの醤油。私のバカ、学習力ないのかってなりそう。一日が明け、私は一通り胸の使いも降りた気分で、昨日のお礼ではなく、報告も兼ねて、関本の元へ足を運んでいた。さて、食事の時間です。私があなたの配膳係みたいなことをさせられるのも不本意なんだけど。これは、徳高で私が一番の下っ端なのだから仕方がない。そもそも現在、ここに放置されている関本に関しては、接触できる人員も極めて絞られている。私の声に特に反応することもなく、彼は熱心に書類に目を通していた。午前のうちに風森さんか黒田課長が渡したものだろう。結局、笠森さんは、あの後、私と入れ違いで入ってか、休憩室でふてくされて寝転がっていたのをすぐに発見された。砂掘さんの対応にしろ。要は、昨日のことは何もかも、慌てふためいた私の取り越し苦労だったようだ。どうなの？うわぁ、びっくりした。何かと思った。ご飯ね。私は彼に用意された通常の食事の他に、さりげなく優子さんからいただいたお醤油を小瓶に入れて、そこに添えていた少しばかりの気遣いというやつだ。おー。なんかうまそうなもん食べてますね。何上のやつ？肉と、もやしと、あれ何？卵？下のやつは何だ？何か浮いてる？眼球かな？これ人の目ですよ、これ多分。人の目玉だよ、これ多分、これ。わかんないけど。怖い怖い。刺繍編。お醤油の値段は後で調べて少し目が飛び出そうになった。市販のメーカー品より3倍は高い。高級志向だったのだろうか。野菜炒めか、あれ。もしもし、聞こえないの？目玉ですよ、あれは。カシャッと、配膳を格子の隙間から差し入れる。おっと、すまない。暇つぶしに夢中になっていたものでね。これで関本さん毒殺されたらウケる。ウケる。ウケる。私にとっては重要な職務なんですけど。あなたにとっては、それは暇つぶしなのね。人生とは所詮、死ぬまでの暇つぶしだよ。とはいえ、多少の収穫はあったから。いいこと言う。目玉のスープです、あれは。そう言って、広げていた捜査資料をトントンと束ね、彼はそれを脇に片付ける。何か話す気になったろ？それはせめて食事の後だ。それとも、基本的人権を度外視した違法な尋問をする気かね？わかったわ。肝心な話なら後にする。じゃあ雑談ならいいでしょ？食事中にかね。行儀のいい話じゃないな。それに、誰にも邪魔されず孤独に楽しむ食事の尊さを、君は軽視してるのではないか？孤独のグルメ、好きそう。可愛い女の子とおしゃべりしながら楽しむ食事のために、何万円も奮発する者もいるわ。あなたそれが、今いる環境で楽しめるのよ。行幸だとは思わない？君のその、ああ言えばこういう能力には、私も一目置くところは多いよ。いいね。続けたわい。いいんだ。気に入られた。こんばんは。やや呆れるような視線で観念したように関本は手を広げた。さきちゃん、あれで自己評価めっちゃ高いよね。羨ましい。こんばんは。昨日あなたに言われた通り、砂穂、いえ、捜査協力者のもとに取材に行ったのよ。そこをぼかす必要もらい、捜査資料で確認した。砂掘り酒造の砂掘り正春したな。そうあっさり言われると面白みもないわ。配膳を受け取った彼は食事に手をつける様子もなくじっと見つめていた。あなたの勘の鋭さには、さすがに尻尾を巻いたわ。砂掘さん本人に確証が取れたわけじゃないけど、確かにプライドを傷つけるような発言だったから。それですぐにお詫びに向かったのは決して無駄じゃなかったと思う。その点に関してはお礼を言うわ。我ながら素直じゃないと思う。もっとはっきりありがとうとお礼の言葉を述べたかった。しかし今の彼と私の職務上の関係、そうはいかない。彼は特に私の言葉に関心も示さず、じっと食事を見つめたままだった。なんか変な匂いしない？どうしたんですか？いや、いつもと違う匂いがする。
犬ね、まるで。この犬とはいえ、あなたのその嗅覚のおかげで昨日は、関本はしきりにクンクンと嗅いでいる。さすがにこの態度はどうなのだろうか。ちょっと、いくらなんでも悪ふざけが。かはぁ、死ぬの？突然、彼は喉を鳴らして、えずき始めた。いくらなんでもこの反応には度肝が抜かれた。どうしたんですか？何か食事に変なものでも混じっていたのだろうか。いや、そんなはずは。気づかないのか。何です？ペロリペロリ。関本はバサバサと脇に置いていた書類を広げ、再びその内容の確認を始めた。北条君、砂織酒造がこの醤油の製造に着手したのはいつなんだ？確か、一昨年からっておっしゃってましたけど。それが一体どうしたんですか？なるほど、時期も辻褄も合う。まさかこんな形で私の研究が、結実するとはな。話が見えないわ。ちゃんとわかるように説明してくれない？食事時間が終わり次第で構わないから。前日の違和感から君に砂掘り思想に向かうようけしかけて正解だったか。あなたもしかして私を利用したの？死ぬかと思った俺も。バターンズ。また変な格好で。さすがに呆れ返る。なんて男だ。同時に少し頭にも来る。私は本気で反省して、真面目に謝りに向かったのに。ともかく食事は終わりだ。それから黒田さんたちを呼んでくれないか。君たちの知りたがっていた話をする時が来たようだ。どういう風の吹き回しで、これまであれだけのらりくらりと本題を避け続けていた彼が、関本は落ち着き払った声でこうつぶやいた。この醤油からは異臭がする。それはまず間違いなく、人体の放つ腐敗臭だ。人間で作ってんの醤油。人間の油で、さすがに絶句する。人体って、惜しい。人体わからないかな。そう、すなわちこれは刺繍だ。刺繍編来ました。面白くなってきました。はい、留置場の彼の檻の前には黒田課長、風森さん、そしてみすずが関本の要請で集まっていた。みすず様もいる。お久しぶり、こんばんは。みすずに関しては徳らかでなくても分析のプロだし、確かに醤油に異物でも混入されているという話なら呼ぶ必要もあったのだろう。とは言うものの、私自身関本の言葉の意味が飲み込めていなかったため、課長たちを呼び集める説明には苦労した。刺繍というのが何を指すのか、何か妙なものでも混入していたのか、嗅いだ限りでは私にはさっぱりわからない。なので、人体の腐った匂いを嗅いだことがある関本さんって何なのっていう。嗅いだことありますか、みんな。俺は死んでない。いや、惜しいなと思って。人体？とにかく、関本がやっと重い口を開くらしいという口実で、なんとか課長たちを呼び集めた。出たな、関本先生よ。あんたようやく何かゲロるつもりになったのか？危うく吐くところだったよ。確かに宣告は冗談抜きでそんな状態だった。そうじゃなくてだな。いいか、関本。こっちもあんまてめえのおふざけに付き合ってられるほど暇じゃねえんだ。暇じゃないの、と今にも横から余計な口を挟みそうなミスツも、顔色を見る限りぐっとそれを我慢して飲み込んでいた。今の彼の発言はふざけて口にしてるわけではなく、本当に吐きそうで。おめえはどっちの味方なんだよ。いや、味方をしているつもりはないんだけど。まあまあ、抑えて抑えて、あとお静かに。今はね、彼の話を聞こうじゃないか。課長の一言で、しぶしぶ風森さんもおとなしくなり、黙って私たちが注視する中、彼は口を開いた。こんばんは。人毛醤油というものを知っているか？人毛醤油。一瞬私たちは人を目を見合わせた。一体彼は何を言い出してるんだ？なんか醤油からね、死人の匂いがする。以上。あらすじ。一度くらいは聞いたことがあるのだろう？あるだろう？聞いたこともあるだろう。それは人間の髪の毛を原料にした醤油のことだ。なんか聞いたことあります。人は話を遡れば、昭和初期、肺毛髪を原料とする醤油の研究が行われたことは史実にある通りだ。これが戦後の食糧難の時代に。いや、ちょっと待って。何の話をしてるのよ。確かにアミノ酸の塊だし、グルタミン酸の旨味成分への転用は可能よ。でもそれは糖に破棄された話だわ。そもそも髪の毛には体内の有害物を排出する機能も含まれているから、安全性も低い。不衛生以前の問題で、毒物の吸着も多いから実用的じゃなかったのよ。人の髪の毛食べたくないな。やだな。出汁を取るんです、出汁を。
悪徳業者が床屋から髪の毛を回収して醤油を製造するという都市伝説との類。確かに私も一度くらいは聞いたことがある。醤油に限らず、旨味調味料などにもそれは同じ。インドから大量の人毛がタンカーに積まれる映像を見たことがあるとか、要は大手食品への風評都市伝説だ。バカバカしいな。おい、あれだろ、噂話。大手バーガー屋で材料に猫だの、ミミズだの使ってる類だろ。そんなに大量の猫どっから調達するってんだ。滑舌。ミミズの肉は聞いたことあるけど、猫は聞いたことないです。材料が蛇なんてのもあったわね。まだ日本中のそこらに蛇がいた時代の話よ。髪の毛に代替されたのは蛇が少なくなってからよね。なるほどね。都市伝説の研究家らしい見識だ。それで、そのヨタ話がどうかしましたかね。みんな見下してる。さすがの黒田課長もやや呆れ顔だ。私にしても正直彼は一体何を言い出してるのかとやや呆れていた。ヘビうまいの？マジ？食べたことないな。都市伝説と呼ばれるものには必ずその元となる話がある。大手会社で使うことはなくとも、どこかで誰かが何らかの形で行った痕跡が必ず見つかる。人毛醤油のに関しても同じだ。それは確実に開発され、研究者の名前まではっきりしている。コストの面から実用性が認められなかっただけだ。実際に大陸の方で近年、悪徳業者によって廃毛髪やゴミから人毛醤油が作り出されて問題になった。これはその国の政府広報でも明確にされた事実だ。実際にあったの？それリアルで？肉まんに段ボールって中に入ってるの？段ボールが怖っまあそれは事実として確かに存在する話でしょう。認めます。しかしそれが今回の件と何の関係が？私もさすがに我慢の限界が来て叫んだ。ただのデタラメ。後にカリジ使いたいから置いておこう。もう恐怖症になっとるわ。それは風評被害よ、ただの。